にわかが語っていいですかはいというわけで今日も「にわかが語っていいですか?」お相手は桜井と岩野です。よろしししくお願いしますお願願いいまますす、はい、ということでね、えー、この配信はですね、えー、いわゆる岩野と桜井がお互いのにわか知識を寄せ合ってそしてこんなんおもろいやこんなん調べてみてくださいっていうのをリスナーの皆さんに届けていくという番組です。 はい、そして、えー、有識者とか専、えー、門家の方には、まあ、ご指摘いただいたりとかして、えー、そして、えー、知らない方はあの絶対に調べてくださいあの、はい、適当に喋っておりますので、はい、っていう知的科学者をくすぐるだけを目的としているので <laughs> ということなんですけれども今日もお願いします。ということでですね、えー、今日はですね、えーまあ、前,回前回からあればダマー君がねエジプトの話をしてくれてね、うん、結構僕は興奮冷めやらぬ状態なんですけれども。あ えー、今回はですね、えー、僕がまあちょっと偉、えー、人系のちょっとお話なんですけど一人の人間にちょっとこうフォーカスして話すっていうので、うんえー、今日はですねニコラ・テスラさんについてのてニコラ・テスラさん名前知ってると思うよな、うん、まあ今やったらあのテスラ・モータースってた多分テスラのもともとの多分そっから取ってると思うよな,うだよなニコラ・テスラさんでニコラ・テスラさんっていうのはどういう人かっていう。 なんとなくざっくりはわかるなまあなないやそう言われたらやっぱりその車のテスラしかイメージが合わないわまあそうやでな、うん、そうニコラ・テスラさんっていうのは、えー、まあ,電気技師でありでまあみんなで言うとこう、まあ、サイエンティスト的なイメージかなこう科学者とかそういうはい、はい、まあそういう感じの人なんですよ、うん、でまあニコラ・テスラさんっていうのはまあめちゃくちゃ、えー、まあ天才の名を欲しいままにするような人 人人の一人なんんですよニコララテスラさんおー出ました天才のお話やそうまずはじゃあニコラ・テスラさんのまあ経歴というかまあざっとね <laughs>、えー、いつの時代の人かっていうのがまあえー、と説明したいんですけども、えー、ニコラ・テスラさんは19世紀の中頃から20世紀の中頃までの人なんですよ。えー、1800年代から1900年の初頭ってことだよね。そうです1856年ぐらいに生まれたんですよ。まあ今でいうクロアチアっていうところで生まれたんですけど。ははいはい,はい、はい クロアチアら辺で今で言うところなんで、まあ、その時の多分国名違うと思うんですけどで、まあ、発明家であり、まあ、電気技師である、まあ、電気系統にめっちゃ強い発明家なんですよニコラ・テスラさんっていうのは、うん、でこの人は、えーまあ、X 線とか、うん、あとは今のすごい主流になってる交流っていうあの電気のその直流直交流の交流ね,あ,るねあの交流をあの最初に開発してまあ世に広めた人、うんえー、あとはまあ蛍光灯とかもこうニコラ・テスラとか考えんです まあすごい天才発明家なんですけど、うん、そこまで有名じゃないのにはまあ理由がありまして、うん、まあこの人はあんまりこうお金儲けとかこう世の中にこうなんていうんかなこう自分の地位とか名声にはそんなに興味はなかった人なんよな。うんうん、でそういうのに興味がなかったがゆえにこう世の中のまあすごい資産家とかまあすごいこうまあ商売家のある人たちに対してのこう 私欲っていうものにこう翻弄されていってしまうちょっと悲運の天才の一人ではあるんですようん、うん、そういうい系の人なんですよ。うん で、このニコラ・テスラさんっていうのは、えー、1856年にクロアチアで生まれたんですけどもう5歳でなんか水車かなんかをこう発明して出ました天才,天才もうでこういう生まれてからすぐ天才系でもう8カ国語をなんかもう若くしてペラペラ喋れるみたいな天才また,またやねまたやね <laughs> 自分で作ってないそれは今回はいやこれは作ってないこれはさすがに自分で作ってないけどなるほどね わからん誰かが作ったやつだからもしかしたらこの間言ったらウィリアムが作ったやつも喋ってるかもしれんけどすげえなほんまに <laughs> まあそれでまあとはいええっと、科学者というかその電気系統の大学に行って電気技師としてまああの仕事を得るんですよ、はい、で、まあ、すごく優秀だってことになって1881年にエジソンゼネラルエレクトリックス社っていう会社に、まあ、引き抜きっつうかの<お>恋とお前すごすぎるなって呼ばれるのよ。ンンそうで、うん そのエジソンゼネラルエレクトリック社っていうのは多分もし皆さんご存知、エジソンの会社なんですよ。でエジソンももう,もう機代の発明家やんかもう,んもう日本人類多分最高の発明家と言ってもいいぐらいエジソンって発明の天才って言われてるそのエジソンの助手として働くんですよ。であってことは同じ時代か。 エジソンとそう同じでちょっと後輩っつうかーーーでエジソンが「お前すげえなー」っつって「お前俺のところで働け」ってもうエジソンはもちろんこのニコラ・テスラのもうテスラの優秀さを分かってるから「お前働け働け」ってなんねん<ー>ただエジソンっていうのは直流っていうその電気の,その使い方をまあ主流としてたのよ、うん、で自分でも電気会社をまあ,あの使作ってるしその直流電圧っていうのを、まあ、あの主流として使ってただけどニコラ・テスラは いいやいや交流の方がいいっすよっていう交流の方があの,この電気系統の詳しいことはわかんないですけど交流の方がいろんな面で得しますよっていうことをテスラはあの提唱したのよそしたらエジソンがもうすでに直流のその電気系統の機材とかいろんなものをもう投資してたからお金儲け的にこれ利益的にいやいや直流で行こうやもう直流で行ったらええやんっていう世の中の電気 のそののの作りそのものを直流でいこうとし続けたのよで,そこでちょっともめんねんな<や>ニコラ・テスラと。ううので実はあのエジソンっていうのはある種努力の天才いろんなことを試して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 成功するっていうタイプでそれに対してテスラっていうのはもう超天才肌で。 ある程度バーって考えたら直感でも答えが分かって多分こうだろうなってなったらあまりこう思考回数試すことをせずにポンって成果を出しちゃうっていうもう天才肌だったのよ。で,でエジソンはまあ,まあ一説によるとテスラにもうこれすごい猛烈な嫉妬心を持ってたんじゃないかって言われててテスラ本人もまあちょっとこうなんやろなうんちょっとエジ,エジソンさん違うんじゃないかみたいな感じの多分ちょっとそういう目線だったらしいな。でである時にエジソンが あのー、お前さちょっと交流の,ちょっとその電気そんだ詳しいんやったらその開発してくれっつってでそれを開発してそれ商品化できたらもう,うちの会社で使うからあの1年時間やるとでお前が開発してくれたら5万ドルあげるわってエジソンが言ったんう、うん、そしたらテスラは「あマジっすかいややっぱ話の分かる時もあるんだな」みたいな感じでぐわ1年頑張ったんやそれで交流の,その電気を使ったなんかその発明をしはんねん。 テスラさん,、うん、そうそう作りはんねんそれをそしたらエジソンが「いやいやいやお前ユ,ユーモアっていうかそのノリやん35万ドル嘘やん」みたいな感じで言い出してんて作ったらそしたらもうテスラブチギレよいやそのじゃこいつってなって、うん、いやもういっす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 ってなってでエジソンはいやいやもうまあアメリカ人のユーモアも分からんのかよみたいななんかことを言って,てんて<う>そしたらテスラもう独立しますっってやめんねん。 で、辞めて、その時今、あのー、その一言が良くなかったらしいんだけど、なんか、あの、エジソンさんって、ちょっとやっぱ、採用とか、の天才じゃないんで、結構なんか気の毒ですね、みたいな感じのことを言っちゃった、ね、テスラは。服さしちゃったんや。そしたらもう、エジソンも、もう、なんじゃこいつってなって、で、テスラがその後にな、テスラ電機っていうのを、ま、あの、設立すんねん。で、そこで、 えー、ウェスティングハウス社っていう、まあ、会社がすごい出資してくれるテスラにコラ、うん、テスラにで、えー、この会社は交流を、まああのー、主流としてやっていく会社で、えー、エジソンっていうのは、えー、それでもなおあの直流を主流としてる会社やったいだからこの利権争いっていうかこのどっちが世の中をこう、うん、牛耳れるかでどお金を儲けるのがすごくねあの変わってきちゃうからです、えー、よね そうエジソンはもう徹底的にこのウエスティングハウス社っていうものをこう徹底的にねこう訴えたりとかあ,<ー>あと電気椅子死刑に使う電気椅子の電気を交流の電気にしたりとか、うん、あーイメージ悪くすんねやそうイメージ悪くしてあ,<ー>あとはもう交流の電気がどんだけ危ないかってことを示すためにあのー、動物実験でこう動物を感電させたりとかすんのよすげえなそう徹底的にいないあの叩き潰すのよあー このウエスティングハウス社っていうので戦うんでこれ実質はこのニコラ・テスラ対エジソンみたいな状態なんやけどあのニコラ・テスラ本人はどうでもよかったんそれはもうそんな,なんか揉め事とかお金儲けとか利益とかもう勝手にやって,てくださいっていうだから実際はこのウエスティングハウス社っていう会社とえエジソンとい,うというエジソンの会社が戦ってたよねなるほどと えー、世の中は交流が主流になるんですよああ勝っちゃうんやねそれでもそう結局ウエスティングハウス社が勝つんだけどただその頃にニコラ・テスラっていうのはもうその裁判とか結構もうどうでもいいと思ってるからあんまりこうニコラ・テスラの勝利だという感じにはならなかったんん。だから結局はだからニコラ・テスラってそこでこうなんていう名前がこう名声を手に入れることもなかったっていう感じもうどうでもよくなってるからなそ,こら辺そう,どどうどうでもよくなってるからあおっきな そのウェスティングハウス社とエジソンがその倉庫をしてる間に実はテスラっていうのはも全く違う研究をしててあのテスラっていうのは共振っていうなんかその物理の現象にすごい着目しててその共振っていうのは物がこう揺れる揺れ動くこの物が揺れる動くのに対して同じえゆ揺らすその 振動を与えると、とんでもない力が生まれるっていう原理ね。えーおもろー、もう、それはざっけわからんけどな。くり言うと、ざっくりと。で、この共振っていう力を利用すれば、例えば、地球の。えー、どっかの場所でダイナマイトを爆発させると。うんうん、そしたら、爆発のこの余波っていうのは。2時間後ぐらいに、ブワーと地球を一周してくるんで。うん、で、この一周してきた時ぐらいに、もう一回ダイナマイトを爆発させると、そしたら。 同じこの共振同じ振動じゃないとあかんなしくてこの同じ振動が重なったらもう地球もなんか簡単に真っ二つに割れんねんって <laughs> <laughs> 詳しく詳しくて俺もわかるんででもそんなような研究をしてっていうんで理論でそうこの共振っていうのはものすごいまあ現象らしくて。 もの一つ一つのものにその固有の共振の,そのなんていうか揺れがあってそれに合わせてやるとすごい力が生まれるっていう研究をしてはったのよこの人は。でこの共振っていう力をまあなんだかんだ利用してアップデートしていくと、えー、これがもうテスラのとてつもない大発明だったって言われてるんだけど。 テスラコイルっていう発明につながるねんなんかそれは聞いたことあるテスラコイルでも名前が。聞いたことあるでしょうん、うん、これはテス,もうテスラコイルっていうのはこの電気のそのさっきの共振の力を利用して、うん、えー、この細かいことはわかんないですけど40キロぐらい離れた200個の電球の電気を点灯させることに成功させるうえー、すごいよねそれってそうこれは あの当時まだ1800年の終わり頃とか1900年の初頭やからにすでにこの線のない言うたら電線を使わない電気をもうすでに作っててああすごいねほ,ほんまにすごいことやねそうでこれは地球の磁場を利用したフリーエネルギーになるってことでああ世界システムっていうものをニコラ・テスラはもう開発する寸前まで行っててああこれ何が起きるかっていうとフリーエネルギーやからああ無尽蔵に電気を永遠にあの作り続けれるそやんな そう。だから、もうこの世のエネルギー資源の概念が根底から覆される発明を仕掛けてて、ニコラテスラは。仕掛けてた。そう。これ仕掛けてたっていうのは何でかっていうと、その当時、そのニコラテスラのその発明にずっとお金を費やしてた、まあ JP モルガン、もう俺らでも知ってるもう、もう大財閥が、あの、お金を出資してたんやけど、ちょっと待てと。世界のこの富裕層たちが全員ちょっと待てって思って、うん、これ、世界システム出来上がっちゃったら、 石油の資源とか俺らが今までこうやってるこう利益とか儲けとか、うんうん、えなくなっちゃうくないってなったのよ <laughs> な<あ>でもニコラ・テスラっていうのはただただ人々の生活を豊かにしたくて<あ>ただただ人々にまあ、救世主のようにやりたかっただけで、うん、利益なんか何も考えてなく作ってたのよでそのお金持ちたちっていうのはその理屈を初めてその後理解するのよ、うん、でやっぱやめとこうと。 やめとこやめとこって「はいなしなしなし」っていうこの利益をその先行したお金持ちとか富裕層たちのせいでこの実験はストップさせられるうわ最悪やそうやねでニコラ・テスラっていうのはそっからお金も全くなくなって研究もできなくなって、うんえー、もうその日暮らすお金にも困るぐらいもうバイトとかしないようないけないぐらい金に困っていくる、ね、ど,どん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 。 で最終的に1943年に、まあ、自分が泊まってたホテルでひっそりと亡くなってしまうの、ね。またやん天才のあるあるこれも。そうやねまあ多分いろんな人に教団というかこう嫌がらせも多分受けたんやと思うおそらくね。でそのまま亡くなってしまってでその後ねあの ニクラテスラは、そんな中でも、ノートとかを持って、常にずっと研究とか、あの、し続けてたんよ。いろんなこと発見のいろんな理論をずっと構築し続けててん。お金なくて、研究、その実験とかできないけど、ノートにずっとそれだけをしたためとって、いつか、いつかってことで。ただ、この部屋のノートとか、そういう資料が、すべて、忽然と消えてたのよ。おぉ<ー>で、 これはまああのー、聞いた方に委ねますけれどもその後ねアメリカでまあハープっていう人工的にこう地震を起こせるっていうまあ機械が発明されるんです後に HAAP か何かなんか、ね、そう h a, a p r p かのハープっていうあれはさっき言ってたその狭心ダ,、うん、ダ,ダイナマイトをこう 一周させてもう一回やったら、うん、地球を真っ二つに割るほどのその振動を作れるっていう原理そのものなんじゃないかっていうことが今まことしやかにささやかれてんのかー都市伝説 <laughs> ここはね <laughs> ここに繋がりますかそうなのよだからアメリカが今持ってるそのいろんなこうなんていうかな実は地震って実は人工的に起こしてるんじゃないかってよく言われてるやんかいろんなところで言われてるね そうそう。あれは、その、ニコラテスラの、その、大発明を悪用した FBI の仕業なんじゃないかってこと言われてるな、ね、今な。いいですね。これはいいですね。ワクワクしますね。まあ、これ、某ね。某あれと一緒でね。本当に信じるか、信じないかは、あなたにゆ委ねますああ<ー>、ギリギリ変えた。 ギリギリ違うとこだけどあ,あなたに委ねますっていうやつにしますけども <laughs> こうじゃなくてなこうやな,なそうそうあなたに委ねますっていうやつですけどもいやあのー、そういうこと言われてるんですってそうそうそうああそうかいやでも確かに何か「共振」って聞いた瞬間にうん、うん、なんとなくやけどもしかしたらそこにつながるんちゃうかっていううっすらなんかあってん、うんうん、そうだから実は実際に小さな自信を作ることにはもう既に成功してんねニコラ・テスラは。 そそその当時ね実はそうそうでまあ、一応だからその自信を作ったりとかしたりするからマットサイエンティストだっていうことでちょっとやっぱ危険な思想やんもの、うん、を破壊するっていうのそう,かそう,かそうだからすごい悪役にいっぱい仕立て上げられてたっていう側面もあるらしい結構ニコラテスラ自体はだからいいもののイメージがあんまりないんやそうそうそうで時を経て今あの人あのイーロン・マスクさんかなんあの人がテスラ社 あの人やんなテスラ社を作って電気エネルギーでねこうすごいクリーンなこうあの車を作ってって,いうこのっていうのはその意思を継いでるっていう意味合いもまあ,あるんだろうでしょうねっていうのは言われてるけどなはい。じゃあもうせっかくそ<う>そのだから生み出してもないからいいものに使おおうとと今は考えらられてるとおそらくねそのアメリカ自体がどう考えてるかとかそのイーロン・マスクさんがどう考えてるかはまた違う思想かもしれないけども、まあ、テスラ社っていう多分社名にはそういうね あのー、かつてニコラテスラが救世主のような人だったっていうのを意思も受け継ぎたいという、まあ、意思も込められてるんじゃないかなと俺は勝手にね個人的に思ってますけどもいやちょっとこれはね、あのー、先のハープの話もそうやけどこれはもういろいろセンシティブな問題やからもう,もうこれはもうマジで語られんここではねまあ確かに、ね、ここではね確かにねだからちょっとこれに関してはもうそれこそ本当に調べてくださいはい確かにね 厳密に言うとね厳密に言うと本当に本当に都市伝説いやもうだから信じるか信じないかはあなたに委ねますほんまにほんまに委ねますこれは確かにね確かにただテスラっていうその天才がおったことこれはもう事実やからはいそうなんですよ <laughs> っていうねまあある種悲運の天才ニコラ・テスラのお話でしたということですね,ねはいしかもまあいわゆるまあちょっと違うけどエジソンによって闇に葬られたぐらいの感じやな そうやねんな、まあ、いろんな人の欲とかまあ利益を優先した人たちにこうすごく、まあ、翻弄される人っていうのは,は、まあ、まあ天才の運命なんかなとは思いますけどねだからみんな天才、はい、結局あんまり利益求めてない人っていうのが多い気がするまあそうやでな、うん、まあ頭のいい人は人格も優れてる人が多いのかもしれへんなもしかしたら、うん、ただやっぱ人としての運命は悲しい末路ばっかりやね まあね幸せになってほしかったけどなニコラテスラにもああいやそうなったらな、うん、もう <laughs> いやそうかそうかいや面白いいいにわかでした、はい、ね意外とニコラテスラは皆さんね、うん、聞くけど調べてないと思ったんでちょっとねいやお話ししようと思いましてねいやこのやっぱりこう有名人一回でも聞いたことあるけどなっていう有名人偉人にわかはちょっと欲しいんで、うん、ちょうどいいよなどんどんください,い,いはい面白い